聞こえますと聞きますはどう違いますか？とはどんなふうに使いますか？東南アジアでは日本語を学ぶ青少年が増えています。今正しい日本語と日本文化を教える先生が求められています。日本語はどうしたら上手に話せますか？